七不思議の裏不思議七裏よろしくお願いします。笑ってもてるやん。いやちょっと高所の話をしてちょっと怖くなってきて、高いところにでの作業みたいなクレーンがね、はいはいはい、あなん絶対無理だわ。いやそこビルからね見える、うん、つけ高い建物を今建ててはるからね。すごいよね。その上にクレーンがあってそれを操るのはどれぐらいなんだみたいなね。そう話してました。これはもうだって絶対落ちたら死ぬじゃん、はい、もう可能性で死なない可能性もあるってもう絶対死ぬじゃん、はい、無理そういうことは。死にますよ。え無理です。落ちたら死にます。でもそれ飛行機乗ってでもそうじゃないですか。ああそうだね。船乗っててもそうじゃないですか。転覆したら、うん、車もそうですよ。いつでも死ぬ可能性ってあるんですか。あるだって歩いてるだけでその確率ありますからね。いきなり車がバーンって来て、あじゃあ家にこもればいいんだ俺みたいに家にこもって、ええ、本を読んだりとかね、はいはいはい、YouTube 見てるのが一番いいよね。まあでもね地震でねとかねいろいろ可能性はあるわけじゃないですか。知る今日本当はっていうか予言で、はい、今日なんか言われてたの。あそうなんですか。7月4日ああはいはい、お昼頃でになんかね、はい、どこだっけな、まあ、とりあえず日本で大きいのが来るって言われてたけど、はい、多分もう今4時ぐらいなのかな、はい、まだ分かんないですよ。今来たら超怖くないですか。こうだ今日は気が抜けないんですよ。タイタンが出たアスクエイクコスパがいいからね。4はね、4はね、シリーズによってなんですけど、ということで、5はシルドラガイですね。コスパがね、あれだね、サンダーストーンね。デデデデデデ。電流やないか。あ、そっか。これは東方階段です。お願いします。東方階段ですね。これはモーモーさんに届いたやつですね。ちょっと投稿を読ませていただきたいと思います。メルさんですね、はい、一応僕がタイトルもつけてるんですけど、あ、ね、記憶、はい、記憶のかけらに、さすが音痴って音痴であることがわからないってこの前名言あったもんね、はい、キーってなんだ原曲キー、はい、まずその正しいキーがわかんないっていう。正しいキーわからん。キーって何、ね、あそうだ、うん、キーって何曲のキーね。その歌聞いて、うん、その流れてる歌と同じところで歌えないんですよ、はいはい、そうね。いや特技だよもう逆にいいんですよ長所個性。じゃあ行きますね。行きましょう。実家から20メーターぐらい離れた古いアパートが壊されて更地になったなどの話をしたのですが、うん、はい、その時に親がとうとう事故物件なくなったなと言っていました、うん、自分は全く知らなかったので何それと聞くと、うん、あそこはおばあさんが首を吊っていると言われ、うん、笑うと思ったちょっと初耳だったので、うん、ふーんと流したんですが、母親から覚えてないのと聞かれ、そういえばと思い出したことがありましたと、うん、自分が小3か小4の頃にそのアパートにブラジルから来たという家族が引っ越してきました、自分と年が1個上の男の子と同い年の女の子がいたので、自分は近所の友達などを混ぜてよく遊んでおり、うん、その子の部屋でゲームをやっていた時のことです、うん、視界の隅っこでおばあさんが椅子を持っていた、行ったのが見えました、うん、その少し後にガタッと大きな音が聞こえ、うん、近所の1個上の友達が今ガタッて聞こえたと、うん、騒ぎ今聞こえたよねと確認してきました、うん、僕がうなずくと慌ててみんな外に行こうと言われ、みんなで部屋から外に出た記憶があります、うん、その時僕はなんだかな、おばあさんが一掃しただけなのにと思っていました、うん、思えばそれ以降その家に遊びに行くことはありませんでした、うん、多分ですけども一個上の友達はそれが幽霊だと知っていたのだと思います、うん、今考えるとブラジル人の友達のところに日本人のおばあさんがいるのはとても不自然ですね。そうなんですね。ねえ、で実際そのお母さんっていうのが、はい、多分事故物件なくなったねっていうことで、うんうん、まあ、多分その周辺周囲あたりでは、まあ、子供は分かんないかもしれないけど昔何かがあったっていうことできっと有名なところだったんでしょうね。でしょうね、うん、でちっちゃい頃の記憶の中でそういうことがあったっていうのが今思い返すとみたいな。うん、確かにおかしいもんね。ねえ、ブラジル人の友達と日本人のおばあさんが、なんで、ね、まあいろいろほら国際結婚とかもあるから、はい、だとしたらもうちょっと日本人の要素入っててもっと、ね、そう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 っていうところも、まあ、でそういうところからちょっとまあ記憶ってね、まあ、ちょっとタイトルつけるのも恥ずかしいですけど、いろいろ頑張って自分なりにタイトルもつけておりますので、記憶のかけらに諦めないね
歌うとこ諦めない。なんでしたっけ、俺もよくわかんない、それなんだっけと思って。ねね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 その日は島田秀平さんのチャンネルを見ながら編み物をしてました、はい、その中で芸人さんのゲスト会が面白そうだったのでその芸人さんのチャンネルへ行って、うん、動画の画面をスマホいっぱいにして横向きにして覗きながら編み物をやってました、うん、それは心霊写真で落ち武者か何かが写っているという回だったんですけども、うん、よく見てもどれが落ち武者か分からず全然分からへんわと、また自分の横にスマホを置いて編み始めていたら、うん、いきなりブツッと音がして全く違うチャンネルに変わりました、うん、慌てて見てみるとそこには西浦さんの顔がバーンと映ったサムネで、うん、人を呪わばとありました、はい、触ってもないのに勝手にチャンネルが変わりました、うん、そのお話は人を呪わば穴2つという話で確かに少し前にそれを見たような気がしました、うん、当時旦那のことが死ぬほど嫌いでその念が届いてしまったからではと思いビビっていました、うん、七不思議さんの西浦さんの回を見て普段の落ち武者の回を思い出し履歴で探してみたんですがその話はどうしても見つからないんです。その芸人さんは確か2人組で出ていて1人が怖い話をしていてもう1人が激しく突っ込むというスタイルのチャンネルだったのですが、記憶違いの可能性もありますが周平さんのところも見たんですけども見つかりませんでしたとありますね。見たやつがなんか出てこないことであったりとかね、はい、なんか自分が今思ってることとかがなんか急に作用してっていうか自分が今思ってるなって思ったことがなんかその YouTube でなんかいきなり画面切り替わって流れたりとか偶然なんだろうけどもなんかあっと思ったりはするよね。そうですね、そしてこの一人が厳しく突っ込むっていうのホタテじゃないですか初期の。ああ初期の川口の川口くんの階段語り、あ、多分そうじゃん。心霊探検隊の、あ、これ枝豆さんこれ多分答え出たよ。全身ですよ。今のねの前ってホタテーズでチャンネルやってたもんね。やってました、やってました。でそれも心霊上げてたもんね。はい。でもうそれ消えてるんで。なるほど。あ、じゃあ一つ多分謎が解けたじゃないですか。うん。だと思いますよ。だから川口も髪黒かったりしてるからパッと見気づかないんだよ。今の面影もない。もんね、いやまあまあまあ色が違うだけですけど、うん、じゃないですかね。じゃあ続きまして、はいはい、これは D 又一さんという方の体験なんですよね。そうですね、いつの間にか、はい、いつの間にか、あ、全部歌うの、偶然出会っても今以上に綺麗になってないで、ハモられたら俺歌う音痴やから、ハモられると俺カラオケでもハモってくるやつおったら俺黙ってまうから分かんなくなっちゃう、自分のどことか、どこ住んでたのか分かんない分かんなくはい、行きましょう。自分が北海道から上京してきた約30年前に、うん、専門学校の友達と千葉の矢柱霊園に行った後起こった現象について、入学から半年ほど経って、うん、友達4人と自分の計5人で、ドライブに行こうということになりましたと、うん、車持ちの友達は免許の取り立て、しかも父親の車ということで、あまり遠出もせずに近場へ肝試しに行こうということになりました、うん、全員が足立区近辺に住んでいたのもあって矢柱霊園に決まりました、うん、あの頃は暴走族も多くて案の定結構な数の輩がそこに来ていましたが、うん、そもそも僕らの出発が遅くて平日だったこともあるのか午前1時頃には人も少なくなっていました、うん、いざ肝試しをしようと墓地内に入りうろうろしていましたが特に何があるわけでもなく、うん、不謹慎ですがつまんねえなと、まあね、感じましたと、うん、そこで、ばらけたら怖いかなという発想で隠れんぼをすることになりました、うん、広い墓地なのでルールとして隠れたら大声で俺こここことねでここっつってでっけえ敵に叫ぶというバカなルールを採用しました。確かにバカでしたね。深夜3時ぐらいまで遊んで特に何も起こらずに終了、うん、それから車持ちの友達以外の僕、含め4人が僕の後部、うん、1階の 1K の部屋に泊まることになりました、はい、
ビールを飲んで横になってほぼ雑魚寝、時期は夏休み前7月中旬ぐらい、その頃はクーラーがなくて蒸し暑かったああことを覚えていますと、はい、友人の一人が雨戸雨戸と言いながらベランダ側の窓を掴んで叫んでいるというかわめいているような声で目が覚めました。雨戸雨戸ですよね、うん、で間髪入れずもう一人は素早く立ち上がり、見える見えると言いながら別の窓の前に立ってフラフラしだしました、うん、もう一人は多分自分よりいち早く起きていたのでしょう。床に座って唖然としていました、うん、僕はどうしていいのか分からず、なぜか分からないですがテレビを急につけてボリュームを最大にしました、うん、その音は部屋に、大音量で響いたと思います、うん、すると窓に向かってよく分からない行動をしていた二人は僕の方を振り向いて、うん、何かわけ分からない感じでゆっくりと座り込み正気を取り戻したようでした、うん、その後彼らにいろいろ聞きましたが自分がしていたことなど全く覚えていなかったようです。気持ち悪い話ですよね。なんかがついてきたんでしょうね。結構この八柱霊園っていうのは、はい、もう僕他の体験、まあ、体験談でもいただいたんですけど、うん、結構有名みたいですね。この現地という場所の中ではね。でそこに行ってまあ不謹慎遊び、うん、不謹慎遊びっていうか墓地の中で俺ここ的なのをやって、まあ、俺ここみたいなことで自分がいることを示していたのっていうのは友達以外にも見られてた可能性があるよってところですよね。それフラグよね多分ね、うん、なんかそんな気が僕はしまして、うん、で家に戻ったらこのさ雨戸雨戸って言いながらなんかベランダ側の窓を掴んで叫び出したり、それに呼応するように立ち上がって見える見えるって言いながら、ね、この何やり取りもよく分かんないし、でもっと気持ち悪いのがもう一人はそれを床に座って呆然と見てるわけわかんない、うん、あ呆然か、あせんって言うのかな、あまあまあ呆然か、そういうのもいたりさ、はいはいはい、でも対処法というか、はい、ボリュームを最大にしたら収まったっていうのもね、それで抜けたっていうことなのかな、取りつかれてたものっていうのが、急にボリューム大きいのって多分みたいな、ああなるほど、効果、払える効果だったんじゃないですか。そうだよね、なんかノブも どっかででも喋ってたから、はい、ランキングの時も喋ってたよね、はいはい、あの自分の、ね、簡易な払える方法ですよみたいなので、はいはい、柏でみたいな大きく叩くっていうことね、それは確かになるほどと思うわ、音を出すとかそういうことっていうのってそういう効果があるかもしれないっていうのが、ね、ここの部分の手、ね、抜けたんだと思います、うん、だってテレビもテレビによるけどめっちゃ最高までいったら結構出るもん、でかでかめちゃくちゃでかいでしょ、自分の家のテレビの最高の音いくつ、あ調べたことない、俺の部屋多分80とかな、分かんない、なんか違うもんね、違いますね、メーカーによって数字がね、うん、あれか違うかもしれないけど、ちょうどいい音量って数字いくつですか。それこそテレビによって違うでしょ、俺11とかだもん、ちっちゃない、あ、違う、11はあれだ、11ウォークマンの方だったわ、全然違う全然違う、テレビは20、いや、でかない、いやうちのはちょうどいいのよ、あ、そう、20か20でちょっとうるさいなと思ったら19、18ぐらいしたみたいな、何もないですか、いや、ねえのか、うちはこうなんですよが来るかなと思ったら、いやいや、そのね、まあ、うちのテレビがそのリビングに置いてあるのと僕の部屋に置いてあるのとまた違うんですけど、あー2パターン、あの前ね、その、まあ、リビングに今僕の部屋に置いてあるテレビを使ってた時に、うん、15、6がちょうどいいんですよ、はい、俺でも15、6ね、決まって俺が15、6で聞いてたら12とかにされるんですよ、その音量問題、15と12って結構違う、違います違います、12は足りない、足りない、 あの日本語何言ってるか分からない、やべえよそれはそれで、ありませんありません、映画とかって音ちょっと聞き取りづらい時あるんですよ、うんうん、で大きめにしないと僕そのよく分かんないですよ、うん、日本語が聞き取れづらくて、うん、だからそれでその15とか16にするとうるさい、12にされる、12にされたらもうそう、12にされっぱなし、12にされたらもう何言ってるのか分からないからちゃんと変えてる、ああそれで喧嘩になるんだ、なるほどね、じゃない、うんじゃない、うん、
続きまして、はいはいはい、たぬきさんの体験談、ありがとうございます。ほら、たぬきさんですね。たぬきさんですよ、いただいてますよ。何この、回転寿司わらべ同士、これ僕がね、つけたタイトル、回転寿司わらし、わらし、はい、なるほど。現在進行形の話ですと、うん、バイト先の回転寿司の出来事、8月あたりから妙な噂があります、うん、それは朝オープン作業中に触っていないタッチパネルが反応する、知らない男の子が店内にいる、妙な視線を感じるなのです。昼勤務は年齢層が高めなので、学生ならともかくご婦人がふざけて妙な噂を流すかなと思っていました、が実際に見たわけではないので噂を聞き流していましたが、11月に噂が本当なんだと確信することがありました、うん、朝出勤して座席案内の発見機を立ち上げ、うん、お手洗いの掃除をしました、うん、掃除から戻ってくると、発見機に座席の番号が書いてある紙が発見されていました、うん、不審に思い、もう一人の出勤者 T さんに確認するも、その方は奥の方で掃除機をかけていたので、発見機は触っていません。カウンター席で2名分の席が取ってありました。発見機のことは深く考えないように、モップ掛けを始め、しばらく掃除をしていると、次はお寿司を注文するタッチパネルが、怖いよね。いらっしゃいませと反応しました。すごい、そんな声なんだ。いらっしゃいませっつってね。ちょっとムカつきますよね。普通に言ってほしいんだよ。ちゃんとその機械のメーカーもそうちゃんとしたのしろよそれで、タッチパネル触ると、うん、レジ横の機械でどこの座席のタッチパネルが起動しているか確認できるんですけども、うん、カウンター席のタッチパネルが反応しています、はい、モップ掛け中にタッチパネルからよっしゃっすよっしゃっすよっしゃっすと3回聞こえてきたので、はい、T さんと怖いねと言い合いながらオープン作業を進めていました。怖いよ。その後回転寿司のレーン掃除を T さんと分担してやっていたんですけども、突然 T さんがキャーッと言うので、うん、何事だと T さんに駆け寄ってみると、 T さんは急いでガタガタしながら、男の子男の子がいたよと何度も私に言いました、うん、私のことをビビらそうとしてるかなと思ったんですけども、うん、真面目な T さんそんなこと言うはずがないと、うん、もうズワッとしましたと、はい、T さん曰く掃除中にレーン越しにその男の子と目が合ったそうです。これは怖いですよ。その後は何事もなかったんですけども、オープン前に入り口の窓を拭こうとしたら、掃除したはずなのにレジ前に干からびたトカゲがいて、うえっと叫んで、しまいました、うん、気持ち悪かったので疲労困憊の T さんに掃除をしていただきました、うん、その日は平日なのになぜかとっても混んで、メンタルも体もボロボロな一日でした、うん、そこのバイト先でまだ働いているので、また不思議な体験したらご報告させていただきますということですね。だからその回転寿司に現れる謎の男の子ということで、ちょっと僕が出してもらっていただいて、そうつけさせていただいたんですけども、これでもね、お寿司って子供さ好きだったりするじゃんか。はい、ね、だから食べたくて食べたいなと思ってて亡くなった子がね、そのお寿司屋さんに来ちゃってるのか、そこの土地にいるもので別にお寿司は特に関係ないものなのかっていうのはちょっとわからないですけども、子供が楽しそうにしてる場所のイメージが俺の中で回転寿司屋さんって強いんですよ、はいはい、そこでのなんかこういう例の出現っていうのはちょっと悲しくもあるんですよね。どんな表情をしてたのかなとか、ちょっとでも楽しんでそうですけどね。楽しんでんのかな、うん、発見機いたずらとかしてる感じなのかな、キャッキャッキャしてるだけの気しますけどね。どうなんだろうとかちょっと思うとともにね、なんかちょっとそういうこういう場所でのお話っていうのがあんまり僕は回転寿司屋さんなかったんで、ね、珍しいですよね、うん、ちょっと珍しいかなと思ったんですよ。なるほど。でね、ちょっと一個いい、はい、レジ前に干からびたトカゲがいてうわってなったっていうのはもちろん心霊現象とあんまり関係なかったと思うんですけど、自分の経験でお前なんでやねんっていうのが僕一回あったんですよ。自分の部屋にねムーを並べてるの、机の中にね、そのムーにねこれくらいのトカゲが逆さに張り付いて、ヤモリかイモリかわかんない雑誌のね、はい、背拍子のところに、はいはい、それがねこうやって張り付いて、はい、干からびて死んでたことがあったんですよ。干からびて死ぬってさ相当ですよね。ね、うん、がこうついてんの、うん、歩いてる時に干からびたの。雑誌に張り付いてるでしょ。雑誌の背拍子でしょ、うん、どうやって死んだのって思ったの。
そこに入れたけど出られへんようになったんじゃないですか。雑誌と雑誌の頃もう背拍子くっついてんだよ。ああそうか、ここのここの部分に、うん、頭下向けて、うん、普通に移動してる途中なの。形で壁に張り付いてるわけじゃないんだ。そう、そ違う違う違う、挟まってる、挟まってるわけじゃないの、うん、っていうのを俺なんか見つけたことがあって、これはってなった。いやなりますね、メカニズムがわからんと思って、はいはいはい、どのタイミングで光る。そうボケはおもろいけど、はい、い難しいとお前それはっていうのを思ったのをちょっとこのタイミングで思い出しました。いやでもそれ不思議ですよ ね、 ねタイミングですごい不思議なんですよ、うん、あれに関しては。あ、こういうこういうのでもいいのか、不思議な話って。あ、まあまあ全然いいんじゃないですか。そうだね、はい、どっか投稿しよう俺これ。え、川口心霊探検隊に投稿しよう。あ、投稿してくださいトカゲが。いやめっちゃ怖い。いや怖いっすか、もう今の怖い。これトカゲが途中で光る、めっちゃ怖いあれ今落とした。なんか落とした。いや落としてない。あ、カメラ動いたですということで、ぜひ川口心霊探検隊も、はい、よろしくお願いしますということで、以上ナナフラでございます。ありがとうございました。七不思議の裏不思議七裏、どうもよろしくお願いします。これね、来ましたよ、たまに来る七裏ズハイ入りました。あ、七裏ズハイだ。ありがとうございます。すごいですね、七裏ズハイが入りましたね。やっぱ投稿階段をね、どん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 読んでると、そう、読み続けてるとたまに入ってくるんですよ。上がってくるわけだ、うん、高揚してくるわけだ。読みたくて読みたくて。いいですね、皆さんいつも投稿階段ありがとうございます今ねそのゾーンに入ってるようなんで、入りましたね。これはもうどんどん紹介していきましょう。行っちゃいましょうか。ありがとうございます。ではまずジャレイ君ですね。お、ジャレイ君ありがとう。まあ、最初に言っておきますが、怪談でも不思議な話でもないです、うん、当たり前で普通なことをただ強く実感した話です。あれ何でしょう。僕は怪談の中でも神社やお寺さんが絡む怖いというより不思議な話が好きなんです、うん、ただまあ、そんな話をこういう話すごい好きなんだけど自分には縁ないよなとか思いながら聞いていたわけです、うん、そんなある日、祖母から、うん、お使いで、母と二人薬局に薬を取りに行って、いました。おうおう。そして用事が終わると母が寄り道したいとかあるんだけど行っていいというので別にいいよと返事をしつつ歩いていたわけです、うん、するとそこは、地元の神社だったんですと。おうおう。で、別に大した用事があるわけでもなくただお参りに来ただけなんですが、うん、それだけで僕は不思議な気持ちになりました、うん、神社とかこう無縁だと思っていたけども意外と身近にあるもんなんだなと。あ、なるほどね。もとも地元に神社があるのは知っていました。近くを通ったこともあります。しかし実際に入ってみないと案外何もわからないもので、うんうんうん、今のところ別にそこから怪異に遭遇したわけでも不思議な体験したわけでもないんです、うん、ただ自分の身近にオカルトというものを強く感じた梅雨の暑い日の出来事でした、ということで。話に聞いてるだけだと縁遠い場所自分が多分めったにあんまり行かないんでしょう、うん、きっと。僕らの時代とかだとよくね、まあ、今も行くか、でも初詣とか、まあ行くでしょう、うん、まあ、近所の例えば氏神様に行くとかですね、そういうことはあったかもしれないけど、多分ジャディ君は結構若いから、うん、もしかしたら、まあ、あとお家の方針、うん、方針というか分かんないけど、あんまり神社というものに寄らなかったのかもしれないよね。ここ2年ぐらいね、神社の屋台とかないからかわいそうですよね。ああ、だからコロナ禍でなかなかできてないでしょう、ね、うん、だから普通に何お参りとかおみくじ引いて、うん、終わりとかそういうパターンが多いわけでしょ、ね、夏祭りとかさ。ああ、それは楽しい。でまた敵屋のおっちゃんとかがマスクしてあの焼きそば作ったりするのかわいそうでしょうかねあれふんふん言いながら作ってるでしょ暑いから帰るって言ってかわいそうでしょうがないでしょ暑うん、見てられへんあれは、ええ、撮っていいよ、ね、撮っていいっていうかな。もう かわいそうよ、ね、まあでも一番そのなんていうの、そのほら鉄板目の前でさ、確かやるから、まあまあまあね、飛沫がないとかあるからね。もうでもしょうがなくない、うん、もうそこにそれが家やったら食べに来えへんし、うんね、それかもうでもそれともっと風情ないのがさ、うん、じゃあ古墳目の前で古墳にやるのがあれだから、うん、やったのをパックに詰めて置いてありますとかで売られてもさ、うんうんうん、まあ、元からねやってほしい。でもやってほしいもんね、売ったのを持ってきた。そう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 、それで売っててもさ、でもでもあれ売れなさすぎてたまにね、あの溜まってる時あるよね、 あのパック入れたパック入れたそうなんだよ。あ、焼きそば案外売れてねえんだな今日みたいなのがよく見たことがあるしね。あれあるよね、売れてる敵屋と売れてない敵屋。
あのね、そこって多分ね、何の違いあれ、人が出たりするんでしょ。ああ、まあそうか。あと見た目、あとお姉さんがいた方が売れるよね、やっぱり。たまにお姉さんいるパターンあるもんね。お茶みたいで、ね、横になんかちょっとお姉ちゃんみたいなパターンあるもんね、あれね、うん、やっぱ可愛いお姉さんのとこ行くもんな。行った。俺綿菓子とかがそんな感じだったな。綿菓子のところがね、そう、自分の一番近いところの寺だけど、うん、寺で盆踊りやってる時に、はい、出てんのよ。そうそう、そこでね、綿菓子のとこ、お面のとこも出てたけど、なんかそれ覚えてんな。2つ選ぶんだったらそっちにするなみたいなさ。ありますね、うん、ちょっとな、僕も懐かしい思い。お面なんて今1500円するからね。そうそうそう、俺だからそれでそのノブに聞いたのか。そうよ、引くでしょ。で1日しか使わない今言って、まあ、いやもう1日も2時間ですよ。2時間で全然興味ないキャラクター息子買うんですよ。お前つけへんやろ。何よ、変な仮面ライダーとか。いやだから娘はなんかこうポケモンのね、うん、やつ選ぶのは分かるんですよ、ハマ、はいはい、ってんの、まあね、あ好きだから、なんか知らん怪人、知らん怪人ですよ。知らん怪人を取るから、いや仮面ライダーにせえよって言うたんです俺は。知らん怪人かぶるから。多分なんかお姉ちゃんが買ってもらうから僕も欲しい。そう、そして何でもいい。いや何でもいいので1500円使わすね。お面高えな。高えんですよ。あれ今考えたらコスプレだからね。いやまあまあ、ね、なんとなく。ということで、ありがとうございます。続きまして、はいはい、こんにちは。こんにちは。キャラメルコーンミルキー味にドハマりしてるドルネです。出た、ドルネ。昔母から聞いた話です。はい。当時若かった母は親戚の家に向かうために家族を乗せて、車で高速道路を移動していたそうです、うん、深夜で、自分の車以外走っている車はなく快適だったそうですと、はい、すると突然自分の車の横にオレンジ色に光る物体、それは丸くて大きな月のような、ほう、それが車と並走してきたと。怖いですね。パニックになった母はスピードを上げてその物体を巻こうとしたんですが、うん、そのオレンジの物体が突然強烈にビャーッと光ったんです、その瞬間パッて消えたんです。あ、消えたんだ。同乗していた家族も見ていたので、うん、錯覚ではないと、うん、あれは UFO だったのか、もしくは狐に化かされたのか、あ、今となっては分からないですが、うん、山道の高速道路だったので本当に狐に化かされたのかもしれないと言っていました。山道っていうポイントだね、うん、怖くないですけども不思議な話ですと。お二人はこの物体どう思いますか。どうやらドルネイン一族は目の前から消える何かを見てしまう家系のようです。おらしいですよ。なんか人玉的なものであったりとか、うん、あと妖怪的なものの類だと狐火とかっていうじゃないですか。ああ狐火、はいはい、で、あれっていうのもなんか狐っていうものが人をたぶらかす、いたずらをするっていう、うん、人を惑わすために出てきてるんだっていう、うん、なんかまあいろいろある説なんだね。一つにそういうのがあったから、だからまあ山道っていうのがちょっとどこだかわからないですけれども、なんかちょっとそういったものなのかなとか、妖怪的な考えだけどね。ゲゲゲの鬼太郎の妖怪大魔教の、あのろうそくに火を灯していく面って、あれ狐火でしたっけ、連れてる。あれはね、あれ狐火、何火あれは、なんだろう、何火連れてるんですか鬼太郎。あれわかるよ、あの鬼太郎が動くと途中にこう動くから後ろついてきて、若干気使いながらこっちも動く。だから別にジャンプする必要ないけど、こいつをジャンプ 上に上げたいから火つけるためにわざわざ偽ジャンプしない。そうそうそう。あれ面白いです。以上です。です現場からお届けしましたけど、でもね、人玉ってなんか妖怪っていう概念でもジャンジャンビとかさ、ウバガビとかさ、古戦場ビとかいろいろ火の種類っていうのがあるから。だからそれだけなんか日本っていうものの中に火の怪異っていうのはたくさん種類があるよね、うん、だこれが UFO パターンであってもちょっと楽しいよね。そうだね。なんで並走してきたのとかもあるしね。そう、ついてきたっていうのが ね、何かドルネーのその車にな、まあまあこれちょっと前の話でも確かさ、かまってほしい動物がオラオラさんの話だったかな、はいはいはい、なんかオオカミかなんかが、ね、並走してきたみたいな話だったけど、何か遊びたかったのか、かまってほしかったのかっていうちょっと分からないですけど、でこの何人もね見てるっていうところが信憑性高いですもんね、うん、確かそうだね、うん、家族がみんなで見てるってことで、不思議なお話で、はい、ありがとうございます。
続きまして、はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、もうすぐ誕生日です、もうこんなに年取ったかと夕日を見上げ子供の頃を思い出す、韓国クラッチです。あら、韓国クラさん自己紹介がすごかった、長い、昨年の今頃のお話ですと、はいはい、前の職場の方で霊感のある女性 A と偶然失業手当の説明会でお会いし、話の流れで幽霊の話になりました、うん、その方が所轄、見えるし感じる方だと知ってたんですが、私からは詳しく話はしていなかったと、で少しだけ体験したことをお話しました、うん、後日その方 A さんから連絡がありとある会場に呼ばれました、うん、行ってみると、うん、そこには男性や女性が何人もいて一人一組になっていました、うん、片方が二人一組かね、うん、一人一組って書いてあるけど多分二人一組ですね、片方が寝転がりもう片方が手のひらをこうねかざして治癒するというものでした。ヒーリングみたいなやつ。祭壇のようなところには数体の神様を祭り頭を下げて独特な祝詞のようなものを読み上げたりして、私はあこれやばい、宗教じゃないと後悔し始めました、うんうん、A に即され私も治癒を受けましたが、確かにじりじりとするような感覚は確かにありました。ただそれが神様からの能力だとは私は思えません。なあ、ね、大体の方が帰られた後、私ともう一人呼ばれていた男性 B がいて、二人休憩室に呼ばれ少しだけ上の方とお話をすることになりました、はあ、その際に私たちを呼んだその A さんが B さんのお母様がご病気で入院されている最中、霊感で、長くはない、今夜が長くはないと、うん、今夜がこう山場なのかなと、うん、で B さんに連絡してお母様は A さんの話した通り、今夜その日のうちにお亡くなりになられたそうです。その際に A さんが今回のように B さんのお母さんの喉に手をかざしたところ、副作用でお話できなかったはずなのに少しの間だけ会話をすることができ、ありがとうと言ってもらえたと B さんが感謝していると話してくださいました。不思議なこともあるものだなと思うけど、同時にただのそれ思い込みではと思いつつ、どちらにしろ私自身は宗教には関わらないでいたかったので A さんとそれ以降連絡を取ることなく疎遠になりました。以上でございますね。なるほどね。まあ物事のなんていうの、教祖様がどうこうっていうのがあったりとか、あとこれ治療だからね、手かざしてとかヒーリングみたいなことだったりするわけでしょう、うん、うちのね親父がね昔通ってた床屋、うん、床屋さんの親父さんが気ができる人だと、はい、気を放って、例えばコリをほぐしたりとかできるっていうことで、実際親父床屋でやってもらってる時に終わった後とかってさ肩揉みするじゃん。でその時にね肩揉むと同時に気を送り込むことによって体をほぐしてもらってて、実際まあ効果はまああったらしいんだよ。で、その人がびっくりしたんだけど、頭も良くすることができる、学力を子供とかの学力を上げることができるって言って、しかも遠隔ができるの。電話でそのおっさんとこ電話したら、兄貴が多分ねやらされたと思うんだけど、うん、兄貴の頭の部分にこのね電話の受話器、家電のね、の部分を当てろみたいな、で今から気を送りますって言って、めっちゃでっかい声なのよ。もう俺それちょっと横でゲームボーイとかやってたんだけど、声聞こえない、はぁーとか言ってるのが。鬼やってたんですかゲームボーイ。じゃあサガ3、サガ3、ね、いやそれ何でもいいだろうからやってるもんなんで。何でもいいですね。うわーって言って、ああはい終わりましたみたいので、これで学力が上がりますみたいな、で次のテストかなんかでね兄貴がね、5点下がってたんだよ平均みたいなより、ね、だから意味ない、いや意味ないんかったよねみたいな、分かんないけど、いやまあまああのね、コリとかに関してはコリが取れてる感はするんですよおそらく。でも俺これ思うのが、はい、揉んだ後にヒーリングしてるんですよ。それね。じゃあその揉んだからだね。そうなんです。はい、そうなんです。で俺はずっと思ってた。そうなんです。うん、はい、そうなんです。そういうこと。ね。そういうことです。なんかそういうことだよね。ねなんか人の思い込みみたいなでも治療することはあるっていうところですよ。
だまだね、その人間の体って神秘的なところはまだあると思うんで、僕は100でないとは言い切れないと思いますよ。なるほど、ね、だってお腹痛い時にお腹さすると痛み取れるとかさ、やっぱこう手のひらがじわーっと熱い熱を持ってくるっていうのはやっぱありますから、それはわかるね、それはわかる。だから人って怪我した時に患部を押さえたりするんだし、あれってでも一生おまじないみたいなもん、ね、おまじないみたいなもんね、やっぱこう手のひらをね、股間にねこう当ててるとこうあったかくなってくるわけじゃないですか。あったかくて気持ちよくて何の話してんだよ本当に。登録者減るんですよ七村すぐすぐエロい話をする、怒られちゃう、怒られちゃう、気をつけよう。続きまして、はいはい、あ、初めての方ですね。初めての方です、ジオンモケートさんです、ね、うわ初めて聞いた、変な名前ですねありがとうございますモケイコが大学生の時の同級生がもうそのモケイコがもう当然知ってるでしょ、手で入ってきますね、ジオンモケイトさんの、恋人、ね、フィアンセです、ね、フィアンセモケイコさんね、モケイコさんが大学生の時の、はい、同級生の時の同級生の体験なんです。そう、はい、モケイコの同級生のお話なんです、はいはいはい、数年前のある夜に、うんね、その友達がねこうアパートに駆け込んできました、はい、まるで怖いものでも見たように青ざめた顔で、どうした、部屋の床にへたり込んだ友達、うん、で友達に何があったのかと、ね、うん、問うとこう言ってきました、うん、なんで、風呂に入っていて追い出し機能のボタンを押そうとした時に、うん、間違って呼び出しボタンを押してしまったと。はい、わかりますか、呼び出しってボタンもあるっけ。追い出しの機能の近くにあの音楽が鳴るんですよ、ティンティリリンとか、お風呂で呼んでいますとか、家族を呼んだりできるボタンです、呼び出しボタン、はい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 、でこのね友達が追い出し機能の上に多分あったんでしょうね、呼び出し、俺もたまにやるんですよ、夜中に追い出ししようと思ったら呼び出しボタン押してしまって、一番面倒くさいじゃん、うるさいって言われるんですよ呼ぶなって言われる、せめて来てよ来ないですよ夜中はね、寝てるから間違えたら分かってんの、わざとやと思われてる可能性があるんでね、そんなわけないじゃないと、でこうね間違えて押してもうた、追い出しと思ったら、ね、呼び出しって押してもうたから、はい、風呂の外から女性の声で、うん、待ってて今行くからって言われたんです。友達は結構よく賃貸マンションに住んでるんですが、実家地方のため一人暮らしです、うん、一体誰の声だと、うわ怖っ、思った途端におかんが押し寄せてきて風呂の中なのに震えが止まらない、怖くて風呂から出るのもためらわれたが、風呂から出ないことには外にも逃げれないと、そんなわけで脱いだ服を慌てて着て逃げるようにマンションから飛び出してきたのだと言います。部屋の中に女の人がいたのを見たの見たのと聞くと、友達は小さく分からない、怖くて脇目も振らずに家のドアまで向かった、うん、でもドアにはきちんと鍵がかかっていてチェーンもしていたんだ、大学から帰ってきちんと戸締まりをした、絶対に鍵がかかっていたの間違いないの、うん、とガタガタ震えながら言ってました、うん、結局その日は友達を家に泊めましたが、電気を消さずに冷蔵庫に入れてあった酒を浴びるように飲んで、なんとか気持ちを落ち着かせていたといった状態でした。そしてそのまま実家に帰り、両親がマンションの荷物を引き取りに来たようでした。あ、もうそれ以来連絡を取っていないので、その後のことは分かりません。あの話を聞いていれば、風呂の中で呼び出しボタンを押さないように細心の注意を払っています。怖っ、これ霊霊なんだ。風呂の外っていうこと、部屋の中っていうこと。あ、そうそう、まあでもこれ幽霊でしょだね、うん、でもこれ風呂の外っていうのがさ、なんか俺ちょっと、あ、なるほど、家の中かって今思ったんだけど、外からの声でも怖いよね。風呂場がさ、そのなんていうの、マンションの外に、はいはいはい、外っていうかさ、はいはい、廊下に面してたとしてさ、うん、呼び出しなんかをして、待ってて今行くからって言われても、それも怖いよね。の可能性もないですか、いたずら。うん、そうそうそう、ね、だから、それは人怖みたいなもんじゃんか、うんうん、だから、うわって思ったけど、まあ両方怖いけどさ、でも女性の声ですからね。あ、それがね、おっさんの声でね、待っててね、いや気持ち悪い、今行くかな、志村けんだろどう考えても気持ち悪いですからね。これもだからそういう意味で言うと、もうそれきっかけで引き払うことになったわけだ。うん、まあ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 、パンチ強いです、ね、怖いね。モケイコさん、あ、そうか、モケイコさんの友達か、モケイコの友達ですね。いろんな体験をみんなしておる。ジオンモケイコになるんですかね、結婚したら。結
そしたら俺本名わかんないけどな。もうジュンさんって言ってるけど何さんやったっけ。本当は違うんだよね。何さんやったっけ。そうそう、みんなじゃ、でもみんな呼んでるじゃん。例えばさ、あかんメガネ萌えさんもそうだけど、チーズさんもそうだけど、気分上々さんとか言ってるけどさ、みんな名字あるんでしょ。みんなありますよね。みんなありますよ、ね、やっぱ絶対ギャップあるよねきっとね。だから普通の名字は出しますよ。でしょう、田中さんとか。田中なんだって思うもんな。多分絶対。うん、じゃあ、はい、最後1個ぐらいいきますか。お願いします。はい、脇固め正隆さんですね。ありがとうございます。ああ、なるほど。無視しても届き続ける見知らぬメール採用ありがとうございました。あ、この前あれか、七浦で読んだんでしょ、うんうんうん、そうですよね。でノブさんが七浦で言われたようにメールアドレスが正しく電話番号が間違っていたためこんなことが起きたとの見解。そうですよね、すっきりしましたと、うん。動画配信後久しぶりに迷惑メッセージリストを確認してみると、うん、株式会社〇〇です。広島の実在の派遣会社がそこに書かれていて、明日面接のご予約をいただいております。変更キャンセルのご連絡は01200〇〇でお願いいたしますと。もう日付は少し前で別の会社からショートメッセージが来ていて、これは何て読むんですか。あ、これはね、これ難しいですね。驚いたようなことを難しい、うん、言葉で、言葉ですごく、でも難しいこと。メッセージが来ていて驚きましたと、うん、まだ間違えたまま就職活動しているんですかね。雨はほとんど降らないのは艶明けてしまいました。あ、頑張ってくださいということなんですけど。なるほど、前回の変なとこから送られてくる会社のお話の、そうですね、ありましたけれども、まだ送ってくるのかいっていうね。気づかないでやってんのかはね、よくわかんないけど。だからもうこのね、変更キャンセルとかの連絡先がフリーダイヤの時点でもうアウトなんですよ。そこにさえ気持ち、なんていうのかな、分からんのかって思うよね、そういうところってさ。だから、ね、基本的に全部無視でいいっす。そうだよね、やる気、なんていうの、聞いてもらう気ねえだろっていうのをさ、俺よく、はい、家電だからいろんな電話かかってくるんだけど、はいはいはい、テープで、はい、浄水器、うん、テープで浄水器を買ってみたいな、なるでしょ。誰が買うねん。もしもしって出るでしょ、はい、そしたらなんかちょっと経ったらピーとか言って、なんかこちらはなんとかかんとかでなんとか会社の浄水器のご案内こんな感じの喋り方だろ浄水器のご案内ですって言ってる。なんかこの水のなんとかが、お前さ、これ買う。いや、買わない、買わないですね。ねえ、俺本当に下手な鉄砲数打ち当たるで100件営業かけりゃ1件取れるかも、これに関しては誰も買わないと思う。いや、マジで、うん、ありますよ、ね、ってことはすごく僕はいつも思っております。ってな感じで、はいはい、以上でございますね。今日も皆さんありがとうございました。以上ななでした。ありがとうございました。七不思議の七不思議ないですか今の。すごいエンジンかけたね。自分でね、うん、っつってそこそこの声でうなったら一人見に来ました。わかるわかる。俺も今ちょっとうっすら、あ、多分何やってんのあれ、あれヤバくねえかって多分誰使ってんの、七不思議、あ、じゃあしょうがねえやった生まれたんだろうなっていうね、恥ずかしさありますよね。僕たちが喋ってることとかっていうのは結構普通に働いてる方からしたら非常識なことをいつも、いや、もちろん言ってるでしょ、もうだって変なことすぐ言うし、聞こえてきてはいけないワードがね、どんどん、でしょ、うん、シコシコーとかすぐ言うしシコシコってすぐ言っちゃうんだよ、うん、俺たち。シコシコは ね言ってダメですからね。シコシコって言えないんでしょ。言えない、普通に働いてたらさ。だってもうあれ、あの LINE の返事もシコシコですからね明日何時入りでシコシコっつって意味が分からない意味が分からないんですよ。デスデス的な使い方にシコシコもなってきてるところあるから ね、ちょっと変わった僕たちが、ね、皆さんもね、はい、僕らがツイッターで告知したそのリプライはシコシコで、はい、いやもう変な宗教みたくなってる。危ねえよそれは。それででは、はい、今日なんですけども、はい、これすごいですよ。大長編が届きましたんで。本当ですか。ちょっと読んでいこうかしら。投稿者は、はい、ウッチーさんですね。ウッチーさん、ありがとうございます。ウッチーさんのお話でございますが、はい、行きましょう。
今回、うん、私というよりも私の友人たちが今から32、3年前に経験した人コアのような話を先日思い出しました。私の年齢はモーモーさんと同じ1978年生まれ。あ、同い年なんだ。今年で44歳になります。あ、全く一緒ですね。じゃあですから私が小学校5年生か6年生頃の話になるんです。ああ、90年だね。ある日私は同級生のトモ君、ヤス君、そして2学年下のトモ君の弟のテツ、テツ&トモですね。ヤスが入ってることによって、ちょっとテツ&トモ感が薄れてるけど、ね、絶対赤と青のジャージは着ててほしいよ ね。そのテツの友人で同じく2個下のカズ、みんなの名前はあだ名みたいな感じですと、そして私ウッチーの計5人で、私の同級生あるのり君の家遊びに来ました。6人出てきたの、登場人物か。ね、のり君の家でみんなで遊んでね、こう夕方になったから帰ろうと、でここに、ここは記憶が残ってないんですけども、おそらくこのウッチーかね、とも君かやす君に、ああなるほど、おそらく私が、私がだからこうウッチーがとも君かやす君にファミカセをね、貸すことになってたらしいんですよ。そういうのあるよね。ただとも君兄弟とカズとやす君はのり君の家から結構遠いんだと。なるほど。反対に、私ウッチーはのり君の家から近いんだと、はいはい、そのためにとも君たちにわざわざ自分の家まで来てもらうのは大変だろうということで、とも君たちにはのり君家の近所の空き地のあたりでだいたい10分ぐらい待っていてもらうことにしたと、なるほどね。私が一旦家に戻ってファミカセを持ってとも君たちに届ける役割だ、はいはいはい、で私は家に帰ってすぐに待ち合わせ場所に赴いたと、ただとも君たち4人はそこにはいないんです。ほう。30年以上前の話ですから、今のように携帯電話などありません、私は思わずその場で立ち尽くしていると、その約束の待ち合わせ場所からおよそ200メーターほど先のところからとも君たちが私に向かって手を振っています。手を振ってんだ。最初は私が待ち合わせ場所間違えたのかなと思ってみんなのところへ向かってとも君たちと合流しました、はい、しかしみんなの様子がおかしいのです。まずとも君の弟の鉄の友人であるカズの姿がない、はい、そしてその場にいたとも君、やす君、鉄の3人は汗だく、びっちゃびちゃで息をぜいぜい切らしながら、でも笑顔なんですって。なんかちょっと気持ち悪いね。私が妙な違和感感じてると、とも君がいやうちごめんごめん、急に場所変えてさ、でも大変だったんだよと笑顔のまま話してくると、私は何があったのか聞いてみると、とも君たちは興奮気味に、しかし同時に何かに怯えるような、ちょっと表現するのが難しい状況で話し始めました、はい、以下とも君たちが体験し私に話してくれた内容です。あ、なるほどね。のり君家を後にした4人は、のり君家からすぐ近くの約束の待ち合わせ場所に向かいます、補足ですがみんな自転車で、のり君家に遊びに来ていました、その待ち合わせ場所はのり君の家からすぐ近く、自転車なら 2、3分、とも君たちがその待ち合わせ場所にたどり着く直前に、とも君たち一行の後方から白いワゴン車がやってきました、再び補足になりますが、その待ち合わせ場所の周辺は周り、中田んぼの地帯と、いわゆる田園地帯です、道はコンクリで舗装されてはいるんですが、道幅は車1台が通るのがやっと、車同士はまずすれ違えないような道です、いくら自転車とはいえ4人で道の隅に寄ってそのワゴン車をやり過ごすのがちょっと面倒になったとも君たちは、ワゴン車が来ないであろう道に一旦避難することにします、ワゴン車が来ないであろう道とは、その待ち合わせ場所付近には3つ、はい、3本の道があって、はいはい、また近隣の家のね、こう住人の、抜け道的な道なんですって。まあまあ、そういうのあるよね。その3本の道なんですが、皆さんの目線から右側の道が私たちが通ってる通っている小学校がある地元の町中へ抜ける道、はい、左側の道が私たちと学区が違う隣町へとつながる道、ちなみに待ち合わせ場所は右側の道のところにあると。なるほど。真ん中の道はそのどちらかの道から対向車が来ていた時の、まあ、こう迂回するための道ね。なるほど。でまたその道に属した田んぼの持ち主の方がたまに使用するぐらいの道なんです。はい、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 
トム君によるとその時は全く車などは来ていなかったので、うん、道はその真ん中の道へ向かいますが、ワゴン車もトム君たちを追うように真ん中の道へやってきたと。へー。その道は端までおよそ200メーターの直線の道、うん、仕方がないと思ったトム君たちはその道の端までとりあえず行って、うん、で左側の道方面へ曲がると、うんうん、その最中ワゴン車はというと4人のすぐ後ろではなく10メーターほどの間隔を保ったままついてくると。何なんですかワゴン車。そしてワゴン車も4人と同じ方向へ曲がってくる。怖いわ。トム君はその時あれまた同じ方に来るのかと、うん、まあでもここ曲がったらこう左の道に曲がってノリ君家の方に再び向かおう、うん、もうついてこないだろうと、うん、そう思ったと。でワゴン車からしたら逆走するようなもんだから、うんうん、なるほど、こうついてこれないだろうと、うんうん、で道を曲がってノリ君家方面と進んで、はい、私との待ち合わせ場所へと再び向かう4人、はい、しかしなんとそのワゴン車も4人の後を4人曲がってきたと。なんとなく違和感を感じていたというトモ君、ヤス君、鉄の3人だったけども、この時にやはり俺たちはこの車に追いかけられている。やばいと思うね。一気に恐怖感がマックス、もうパニック状態だと、うん、4人は猛スピードで自転車を越えて逃げる、うん、でも相手は車、当然逃げきれない。そうだね。しかしそのワゴン車は4人追い回すものの、うん、別に危害を加えようとしない。何をしようとしてんだこいつは。その様子はまるで恐怖で逃げ回るパニックになっている小学生たちをこうからかうようなね、ただひたすらにこう追いかけてきてるだけの。いたずらなんだ、うん、でここまで聞いた私はでその後どうなったのとさらに聞きました、はい、それとトモ君たちはそれがさカズがとんでもないことしたんだよというので、言うのですと、うん、1人いなくなっていたカズが何をしたのかというと、うん、パニックになったトモ君たちはその3本の道を何周も逃げ回ってしまいますが、うん、ワゴン車もずっと後をついてくる、うん、しかしほどなくしてワゴン車の気配が遠くなったことに気がついた3人、うん、逃げながら後ろを振り返ると、うん、カズが何と言います、何と言いますかふてくされたようなまたちょっと切れたような態度でそのワゴン車の目の前でわざとノロノロ運転、あげくには引けるもんなら引いてみろよと言わんばかりの様子で挑発するように蛇行運転を開始しました、はい、驚いたトモ君たちは何やってんだそんなことやめろよとカズに怒鳴りますが、うん、カズはお構いなし。しかしワゴン車の運転はそのカズの態度にたじろいだのか突然隣町方面と走り去っていったそうです。そうなんだ。突然意味不明とも言える、事態に襲われなんとかその悪夢が終わり呆然とするトモ君、ヤス君、鉄の3人、うん、そんな最中カズは俺ちょっと疲れたから先に帰るわと言ってすぐに一人帰宅しました、うん、ここまでの話だったらちょっとした一コアの話で済みました。まあね。しかしその後の当時の私たちの経緯と私がこの体験というか私はトム君たちの恐怖体験を聞いただけなんですけども、うん、を30数年ぶりに思い出すことになった経緯がとても不思議で奇妙なのです、うん、まずは4人が追いかけられる苦難に見舞われた後の話、うん、普通小学生がそんな目に遭わされたら自分の親や学校の担任の先生、他の仲のいい同級生等に注意喚起を兼ねてそのワゴン車について相談したりする、まあ、絶対言うでしょ。ねえ言いますよね。言う絶対言う。なんでワゴン追いかけてきたんだよみたいな、うんけどもその件が話題になることは一切なく、またその体験談を聞いた私も誰にも話すことはなかったんです。というよりも私はトモ君たち3人から追いかけられた恐怖談を聞いた後に貸す予定だったファミコンソフトを渡してみんなと別れた後すぐにこの件を忘れてしまったようなのです。そうなんだ。トモ君、鉄の兄弟、ヤス君、そして結果的にワゴン車を追い払ったカズがその後帰宅して親にこのことを話したかどうかは定かではないです、うんうん、ただ先ほどに申しましたが学校の先生が何一つその件に関する注意喚起はなかったんです。おそらく私と同様だったんだろうと思われます、うんうん、ではなぜ私が32、3年前のこの出来事を思い出したのか、うん、そのきっかけは6月10日にモーモーさんがお一人で出演されていた生不思議の配信です。はい、あノブがあれだね、はい、響さんのあれで出てた時にやったやつかな。でその配信の終盤に、はい、72人のお二人の名誉的存在である世界のペニオこと関口健さんがお話しされた会談を聞いたことです。ああそうだ、関口さんその時1個話したね。関口さんのお話しされた会談は失礼ながら予約させていただきますと、関口さんが小学生、の頃ですね、うん、1、2年の頃に5年生の生徒がみんな黒い喪服のような格好で、学校から出かけていく姿を見る、うん、その後日学校の全校集会で5年生の女子生徒が事故死したと伝えられる、うん、それから関口さんのお子さんが関口さんの母校である小学校に転入された後、父母参観のようなイベントの校長の先生の、うん、本校では開校以来70年一度も交通事故死は起きていませんという挨拶に、うん、そんなはずねえだろうと疑問を感じた関口さんが、うん、三者面談の際に、担任にね、自身が在学中に先輩の女子生徒が事故で亡くなっているはずだと、これは同級生のみんなも覚えてるんだと、うん、一度調べてほしいと、調査依頼、結果その亡くなった当時の5年生の女子生、生徒は明確な殺意を持ってトラックを運転していた男性に引っ越されたと、うん、
したがって事故死ではないんだ、 そうですね、その当時の絶交集会で事故死と言ったのは生徒たちにショックを与えられたためだったと、うんうん、実際に関口さんはそのことをご自身の母親に聞いてみたら、お母さんはその亡くなった子が事故死ではないことを知っていたと。あ、 そ, う、ね、その事実を聞いて本当のことを知った関口さんは、そういえばその女子が亡くなる1週間前に自身の自宅の前に怪しいトラックが停車されていて、はい、とても怖いからと友人に助けを頼んで自宅から脱出を試みて実行するけども、途中でトラックに気づかれ追いかけられると、うんうん、しかし偶然曲がった道で関口さんのお母さんが運転する車に出くわしたので、うん、なお逃れたと、うんうん、この関口さんの恐ろしい人から怪談を聞いて30年以上前の自身の友人たちの恐怖体験を突然思い出した。なるほど。思い出した私が真っ先に考えたのが、この関口さんの小学校の女子を殺害した犯人とも君たち4人を追いかけ回したワゴン車の人間は同一人物なのではないかと。え、確か関口さんの年齢は30代半ばぐらいだったと思いますから、その痛ましい殺人事件が起きたのは30年、弱前のこと、はいはい、私の友人たちがワゴン車に追いかけられたのが32、3年前のことですから、だいたい5年ぐらい後に起きているかと思われます、うん、なるほど。これは私が考察した話でしかありませんが、私の友人たちを追いかけ回したワゴン車の人物、その時にそのおぞましい狂気性が芽生えたのか、はたまたそれ以前から芽生えていて、どこからかとも君たち4人に目をつけていて実行に移したのかわからないですけども、その狂気性が日を追うごとに増大し、ついに関口さんの地元の小学校で強行に及んだのかもしれないと思うのです。なるほど。私たちは千葉県のちょうど真ん中あたりに住んでおり、はい、体験したのも同じ場所、関口さんは東京の下町あたりとおっしゃっていましたから十分あり得る範囲だと、うん、なるほどね、最初はその一コマの部分だけで投稿させていただこうかと思ったんですが、実はもう一つ不思議な感覚を私と関口さんの話から感じたので、もう少し、私の話考察にお付き合いください、はい、まず私の話の感じたこと、うん、それはトモ君たちの心境わからないので私の感じた気持ち感覚となりますが、うん、あの日ワゴン車に追いかけられた4人とその体験を聞いた私、うん、おそらく全員同じタイミングでこの体験が記憶からなくなるという記憶のはるか奥にしまわれたような気がしてしまいます。なるほどね。消えてなかったからこそ私は思い出せたんです、うん、幸い私が通っていた小学校ではその後ワゴン車騒動は二度と起こらずに、うん、生徒が亡くなるような悲劇は起こりませんでした、うん、忘れさせてくれたことが結果として追いかけられた4人、そしてその話を聞いて私を助けてくれたような気がしてなりません、うん、私は子供の頃がとてもビビリだったのです、うん、もしワゴン車の話を忘れることができなかったらワゴン車の恐怖に、常に怯えて自転車に乗って友人宅等に、出かけられなくなっていたかもしれません、うん、結果的に私たちの学校では何も起こることはなかったわけですから、私たちが忘れたことで他の生徒たちもいらぬ心配や恐怖を感じることがなく、済んだんですよねと。そしてもう一つが2学年下のカズ、カズが逃走劇を結果的に終わらせることになったということです、小学校 3,4 年生の子供が得体の知れないまして自分たちを意味もなくひたすら追いかけてくるワゴン車に対し、そんな自暴自棄になったかのような行動が果たして取れるのかと、私はその時カズに何らかの簡単に言葉で言い表せないようなものが取り付いて、カズを使いそのワゴン車を撃退しトモ君たちを守った、そしてそれだけでなく私の通っていた小学校の全ての関係者を守護してくれたような気がするのです。カズがワゴン車が走り去った直後に他の3人が呆然としていた最中、何事もなかったかのようにあっという間に自宅に一人で帰宅してしまったのも何か不思議めいたものを感じられるのです。それにもしカズが取った行動が彼の両親が知ってしまったとしたら、とんでもなく怒られていたのは必至、場合によっては外出禁止になっていたと。私を含むカズ以外の4人が忘れる全く話題にしなかったからこそ、ある意味恩人である数が守れた可能性がとても高いんじゃないかと、うん、そしてここからは私たちの奇妙な体験を思い出させて、出させてくれた関口さんの怪談を聞いた私がこの怪談から感じた不思議な、そして私たちの体験となんとなくなんですけども符号を共通するような感覚を受けたものをお話しさせていただきます、はいはい、まずそのあまりにも無残な形で亡くなられた小学校5年生の女子の本当の死因を教師保護者が協力して隠し通したということですけども、うん、常識的に考えてとてもできることではないと思うんです。なぜならその女子が亡くなられた際の葬儀に同学年の生徒たちが全員喪服を着て参列したと思われるという点、うん、もしその葬儀に参列したならその場に突然亡くなられたこのご両親ご親族がいるはずですと、その葬儀の中でその子の亡くなったあまりにもむごい理由を逆にご両親やご親族が語れないでいられるでしょうか。ましてご両親からしたらとても信じがたい理由でしょう。まともに現実を受け入れていられたらと到底思えないです。そんな葬儀に参列していた同学年の生徒たちに本当の死因を隠すことなど果たしてできるのでしょうか。生徒たちが葬儀に参列でなく列席だけだったとしてもとても無理だと思えてならないのです。
しかし当時はというより関口さんが自身のお子さんを自らの母校に編入されるまで少なくとも関口さん、そして関口さんの同窓生には知られていなかったのです、うん、それだけでも私はとても理解できない感覚に陥るのです。それに関口さんのお母さんは当時から本当の真意を知っていたというのもかなりの事実です。葬儀に参列もしくは列席した同学年の生徒たちは本当の真意を本当に知られされなかったのか、それとも知った上で大人たちと歩調を合わせた他の学年の生徒たちに怯えない、伝えないように騙し通したのか、さまざまな疑問が湧き出てきます、うん、また学校の関係者以外の近隣の住民の人たちもその真意を隠すことに協力したのでしょうか、うん、このように亡くなられた女子の真実を隠し通す、仮に関口さんと同じ学年クラスの生徒さんだけに隠し通していただけだとしても、とんでもない労力が必要になるのです。これって人間の力だけでできることなのか、私には何か見えない力の、ようなものが関口さんの通われていた小学校の生徒たちを怖がらせないように、本当の事実を知ってしまっていたらトラウマになってしまう生徒たちもいたかもしれないと、尽力した学校の先生方や保護者の人たちの思いを汲み取り、本当の事実を関口さんたちが子どものうちは真実を知らないで済むようにと、何か見えない力が本当に働いたような気がしてならないんです。また関口さんはお子さんの担任の先生から事実を聞かされた際に、ご自身がその女子が殺害されるおよそ1週間前に自宅前に不気味なトラックが止まっていて、それに恐怖を感じて友達に協力してもらって自宅から逃げ出したというくだりがあったんですけども、小学校を 1,2 年生だったと関口さんですが、その危機管理能力のあまりの高さに自分は驚きを禁じ得ません。また自宅から逃げ出すも途中でトラックの運転手に気づかれたものの、すぐにお母さんの運転する車に出会えたと、そして事なきを得たという部分にただの偶然ではないと思います、うん、関口さんが自身の恐怖体験を不思議にも忘れていたというか突然思い出したというところに、私の体験と相通ずるものを感じました。なるほど。ただ何か不思議な力が作用したのではないかという部分に関しては、私たちの体験とは明らかにスケールが違いすぎると思います。私たちはせいぜい5人程度の話ですが、関口さんの話は学校地域を巻き込んでいるレベルの話ですから、しかしこれだけの力が働いた話なのに、一人のもう何の落ち度もない女子が無残な殺され方をしていることに、何というかやりきれない思い、宿命の厳しさみたいなものを同時に感じてしまいます。私たちは関口さんたち、私たちや関口さんたちは恐怖体験を何か得体の知れないものの力で忘れさせてくれ、そのことで自分たちが知らないところで救われていたのかもしれませんね。ただ忘れただけの話かもしれません。しかし当時小学生であった私たち、関口さんたちにとってそれがどれだけありがたい体験だったのだろうと今だから分かると。それによって我々は心になる恐怖を抱えることなく、七気兼ねもなく、からの日々を送らせていただけたのです。よく事件や事故があった小学校等で心のケアを必要とすることになり、多くの児童たちがその後の生活に支障をきたしてしまうことがニュースなどで聞かれます。私たちはいい意味でそうならずに済んでいたんです。これは本当にありがたいことだったのですと、私は七尾さん、関口さんたちの前でそれを分からせていただけたんです、ありがとうございますと言いたいですと。恥ずかしながらこの年で初めてのメールゆえ、とても、読みづらく無駄に長文になってしまい申し訳ないですということでいただきました。なるほど。初めて多分チャンネル聞いていただいてて初めて多分投稿されたんですよね。ねえ、でそのきっかけっていうのが関口さんのね、あの小学校の時の話と話っていうことで、まあ一致するというかね、符合する点が多くて思い出したみたいな、そういうことはようありますけどね。でも確かにそのお話ね、最初の部分で白いワゴン車に追いかけられるっていうくだりで、なんかそのなんだ何の目的かなと思ってたけど、まあ、ずっと追います。はい、時系列的にも、まあ、千葉県と東京っていうその近さっていうところとね、関口さんとね、あなた年齢差がね10いくつ違うんだっけね、多分そうだと思うんだけど、半ばまでは多分関口さんまで行ってないからね、33今年だったのかな。だから10個ぐらい違うでしょ。だからこの方が吉田桃と同い年なんで、うん、多分ね、その年齢が違う、ちょっと年齢はねあれかもしれないんだけど、だからまあ別だとしても符合する点があるっていう点で、うん、で、あの松島初音さんと俺がこう雑談してる時に、うん、はあ一緒みたいなことって結構あったじゃないですか。この前そうそう、あのお仕事で、ね、はいはい、コラボの時に、はい、でその不思議な体験って共通する部分があったりするんですよ、ね、うん、そういうところがちょっと面白い点でもある。これなんかまさにそうでね、白いワゴン車がね、でなんかそのあれでしょ、カズ君だっけ、うん、がいきなり挑発するような行動を取った、ね、小学校5年生の2校舎とか、あと3年生とかか、うん、10歳とかそんぐらい、うん、でなんかそんなような
すげえやんちゃなやつだったら分かりますけどね。あ、タイプはそこでちょっと出るかもしれないけど、うん、でもちょっと怖いっちゃ怖いよね。怖いね、知らんね、うん、車に追いかけられててね、やべえやつだ、やべえやつやん、絶対運転してるやつなんで。そんなにもそういうことしたら一気にガってもしかしたら引かれる可能性もあるんじゃないかっていうところもありながら、うん、だってこれ追われてたこの子たちめちゃくちゃ怖かったでしょうね。怖かったでしょう。だからそれがちょっとかわいそうだなと思った。本当に本当に怖かったんだと思うよきっと、ね、そういう時のこととかさ、なんか短編ドラマで見たいですよね。ああそうだ ね実はこれこれこれこんなことがありましたみたいなさ。だって本当はただファミコンのカセット貸し借りするぐらいの平和なね、コナミワイワイワールドですよ。いやいや、どのゲームか分かんねえよそれは。自分に重ねちゃいました。あ、自分だったらそうだったってこと。うん、友達にね、うん、友達がコナミワイワイワールドとドラクエ3を大事そうにね、うん、あのわざわざ外で遊ぶのに持ってきとったんですよ、うん、いや持ってくんだよ馬野くんがでね、近所の公園で遊んでた帰りにね、うん、コナミワイワイワールドがないって言い出したんですよ。お前が持ってきたから、そう持ってきたからや、落としたんだ、落としたのか分からんけど、だからその夜やのに、うわ、うちの親がね先導して、うん、コナミワイワイワールドを探すその不毛な2時間をちょっと思い出す。いや見つかんねえだろ。見つかんないですよ。そうでしょ、見つかんないよ、その誰かに持ってかれてんだから。あ、当時人気やったからね。ああそうかそうか。どっかに落としたのかな。落としたのかな。いやでもね、その巾着にね、そう小学生が、ああ巾着ね、自分のコップ入れる巾着みたいなやつに、うん、なんかわかるけど、ソフト2本入れて、大事そうに抱えてきて、その巾着ごとなくしちゃったのかな。ワイワイワールドだけ抜かれてる。いや不思議な話じゃねえか。ちょっとドラクエ3はそのまま残ってた。でもドラクエ3の方が多分人気あったでしょ当時。あでも多分コナミワイワイワールドも出たてだったのよ。ああそうだ。だから俺もしかしたらその友達の誰かがパクった気がするんですよね。その可能性もあるよね。そう、わかるよ、ね、だって結構友達ってやるからね。やるやる。俺小学校の時にあれ岡田か、うん、岡田の家にさ、うん、遊びに行って、うん、ビックリマン見てたみんなで、はい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 、みんなで見て、うわすごいとか、誰かすごいのこれどうだとか、ヘッドとか見せ合って、でその後に近くの空き地で野球しようってなったら、空打ちやろうってなって、誰かが守備かなんかでうわって飛びついた時に、そいつのポケットからさっきうわすげえって言ったヘッドロゴかなんかが出てきて、ああやってもらったな、そうみたいので、ああ最悪や。でそいつがかわいそう、いや、やらなそうなやつなのよ、あ、よっぽど欲しかったんだな、みたいな、でも、案の定それ以来もう盗っ人の称号がついてしまったけど、そう思い出した。俺もね、一、うん、回ね、すげえ友達の兄貴がめちゃくちゃ野球のね、カードがあって、当時宝が出したサイコロ振るね、野球カードってあったんですよ。で、2つ振ってみたいなやつでしょ。俺も持ってたもん、1-1がホームラン、そう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 、6-6でスリーベースなんかいらんのな。で古い年代の方が選手の価値が高くて、うん、めちゃくちゃ打つんですね。で友達の兄貴が3個上で、うん、で俺らがちょっとハマってたのって昭和61年とかぐらいなんで、それの3年ぐらい前、58年、59年とかの選手ってめちゃくちゃ価値高かったんですよ。なるほど。すげえ自慢してきて、お前らじゃモテねえだろみたいな感じで、手に入んないんだよこれとかすげえしつこいから、僕あの一番パクったんですよ。ムカついたんで。ムカついたんで。ムカついたからパクっちゃったんだ。ムカついてパクったんですよ。でしたらまあ案の定バレるじゃないですか。いやそうでしょ、そんなもん。明らかにそこにいたのは弟と俺しかいない。いや、ね、弟はやらやらんし、弟やっててパクったとしても、ね、すぐできるもん。したらあいつを連れてこいじゃなくて。で、ポケットに入ってるのにパクってない。パクってるだろお前。パクってる。絶対パクって、絶対パクって、見せろそのポケットに。いやパクってる、入ってるだろそのお前それ。いちいち最後の2個くれよお前これ。あまりにパクってないって言い通すもんやから、うん、もういいよ出してくれたら許すから。もう返してくれたら許すから。いやもう返してよ、もう返してよって、もうちょっと泣きそうになってで、こうやって出したのを覚えてます。なんでノブのが偉いみたいな感じになって。お前パクったで、ムカついたっす、その言い方が。あなるほどね、うん、でも弟はちょっとやっぱそう兄貴のものを取られたっていうのがあるから、あちょっと怒ってて、あそうなんだ、ごめんごめんなっつって、ね、そいつの特に何もなかったんですけど、ただ2人とも足が速くて、その友達と俺も、はいはいはい、
春の運動会と秋の運動会あるじゃないですか、うん、ああ運動会ね、で、はいはい、リレーの選手って花形じゃないですか。それはもちろんそうです。で春の運動会って一人だけなんですよ、うん、でも花形は秋の運動会で4人のメンバー選ばれる方がいいんですよ。ああそうなんだ。で僕は秋のリレーの選手を春に決めるんですけど、うん、選ばれてたんですけど、はいはい、そのねパクった弟の方が、うん、お前さっつって俺の兄貴のカードパクったんだからさっつって、うん、俺春のリレーの選手選ばれちゃったから秋と交換してくれよ。この交渉なんなんその交渉なんなんいや分かった分かった分かったんかそういうねしょうもない攻防をちょっと思い出しましたね。小学生の時ってやっぱりそういろんなことがねあります。ドラマがありますからね。記憶に残ってたりする中で ね最後ねすごく長編です。ありがとうございます、ね、いただきます。長編な挙句どうでもいい話を後半7分ぐらいしますから、ね、はい、すいません変な着地になりましたけど、ウッチーさんありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、ナナロでございました。ありがとうございました。